地の渡り桜は、日本の女子ライフル射撃競技選手。平成28年度下むきナショナルチームのメンバー。神奈川県横浜市出身。法政大学卒業。天野所属。横浜市の高木学園女子高等学校に入学後、林林し先輩の立ち姿に憧れて、ライフル射撃を始めた。 2013年3月に開催された第33回全国高等学校ライフル射撃競技選抜大会で全国大会初優勝を果たした。翌年の全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会においても個人及び団体優勝を果たした。卒業後は厚生大学に進学した。2016年3月に開催された全日本ライフル射撃競技選手権。 大会10メートルやライフルで208.1点の日本記録を樹立した。国際大会においては2016年2月にオーストリアのノイジードルアム勢で開催されたパノニアドルフィー2016に出場し3日間合計の総得点で1位となりパノニアドルフィーを獲得した。10月に開催された第71回国民体育大会では予選で 大会心をマークして優勝。翌2017年10月の第72回国民体育大会でも連覇を成し遂げた。2017年6月、出身高校に本社が隣接する機械メーカーであるアマの株式会社がスポンサーとなり、サポートを受けることが決定した。目標に2020年東京オリンピック出場を掲げた。2018年は、 第31回全日本学生射撃選手権大会、全日本ライフル射撃選手権大会、第73回国民体育大会ライフル射撃競技、ハンガリアンオープン2018、グランプリベルグレード2018に、それぞれ優勝した。2019年4月、スポンサーであったアマノへ入社し、入社と同時に設立されたライフル射撃部に所属。10月の 第74回国民体育大会では青年女子10メートルエアライフル立射60発で大会新記録で優勝した。副射60発では清水綾野に次ぐ準優勝。11月にカタールのドーハで行われた第14回アジア選手権大会では10メートルエアライフル女子に出場して予選17位。同月アジノモトナショナルトレーニングセンターで行われた。 東京オリンピック代表第一次選考会で出場15選手中4位になったが上位3名までが進める最終選考会への進出は逃した。2021年3月東京オリンピック10メートルウェアライフル代表最終選考会に臨んだが代表選出を逃した。2020年1月1日放送の日本テレビ系列の元日バラエティ特番 ウルトラマンダッシュに出演し、離れた場所にあるマスカット一粒を撃ち落とす企画に挑戦した。ありがとうございます。